医学部5年の野口春生です自分の方からは脳神経外科領域における基礎研究と学生生活について、えっと、ご紹介したいと思います、えっと、まず軽い自己紹介ですが、えっと、自分は神奈川県立湘南高校を卒業しており、えー、今現在千葉大学医学部の5年,5年で、えっと、部活としては井の花の卓球部そして、えっと、全学の卓球部に所属しており脳神経外科のスカラーシップに所属しています <laughs> 千葉大学を選んだ理由としては研究と臨床の両方に幅広く触れることができるため志し入学後は部活動と研究の両立をメインに学生生活を過ごしました <laughs> えっとまず最初のタイトルにもありました脳神経外科領域の基礎研究についてご紹介したいと思います。 とまず始めたきっかけとしては、えー、と基礎研究に関してもともと興味があり、えー、と最初の1年時にスカラーシップの配属を決める時に自分がその時一番興味があった脳神経外科に、えー、と所属しました。とスカラーシップのの中で、えー、と論文の 消毒の会があり、その時に紹介された論文の著者が、本学の同スカラーシップの先輩で学生時代に作成したということを知り、それを知ってから自分も学生時代に基礎研究をやってみたいと思い、基礎研究を始めました。 今現在やってる内容としては、高画種幹細胞っていう脳腫瘍の中で一番悪性度の高い細胞の表面のタンパク質をフローサイトメトリーという機械にかけて解析するということをやっています。この左上に載っているそうです、ね、グラフ、これがフローサイトメトリーという機械にかけて解析するとこのようなグラフが出てくるというふうなもので、それをいろいろな細胞でやって まあ実際に分析をしていろいろな結果を得てまあ考察をするということをやっていますでまあえっとパソコンで解析内容を分析してその結果を指導医の先生と話し合ってまあと考察をし合うというふうな感じがえっとメインになっていますまたえっと細胞育成のために研究室には週1回でまたえっと解析を行うために研究室に月1回通っているのでえっと大体月5回ぐらい 研究室に通ってやっているということを今まで3年間ぐらい続けてきましたで実際基礎研究で何が成果として得られたかというと b g r c っていう千葉大で行われる学生による基礎研究発表会にて最優秀賞を受賞させていただきちょうど100周年だったことから海浜回のホテルで豪華な会を開催していただきましたえっと まあこの左下の写真は千葉医学会の会長の松原先生とのツーショット写真になります、えっと、またえっと今現在は論文作成途中でえっともう少しでえっと論文が完成しえっと投稿するところになります、えっと、次にえっと医学生の学生生活についてお話ししたいと思います、まあ、医学部の特徴はたくさんありますが自分が一番ここが特徴的だなって思うところは3点 だと思いま,すまず一つ目は IP です、ね、先ほどもお話にあったと思いますが医学部と薬学部と看護学部で共同で授業をするっていうふうなのがありまして医薬間の間の関係性に関しての授業になりほ他の学校ではあまり見られないような授業になるのでそこが一番千葉大学医学部の特徴であるかなっていうふうに思いました。 また2つ目のスカラーシッププログラムに関しては、まあ、自分が一番研究でやってるっていうふうなのもありましていろいろな科に触れることができてまた基礎研究だけじゃなく臨床研究の先生方が何をやってるのかっていうふうなことに関しても深く知ることができるようなプログラムが学年の1年生2年生などの実際普遍教育とかあんまり臨床に関わらないタイミングでスタートすることができるというのがかなり大きな魅力かなというふうに思います。 また先ほど留学のお話もありましたが医学英語というふうなのがありましてこれは普遍の英語とはまた違って医学に関係するような英語を基本的にはやるというふうな感じなんですけど英語だけで患者さんと話して症状を聞いたりとか手相を聞いたりとかっていうふうなのをやるっていうのが医学英語となっていてこれも大きな特徴なのかなというふうに思います。 また、えー、タイトルにもあった部活動についてお話ししたいと思います、えー、と自分は、えー、と井の花卓球部という、えー、と1年から6年までの、えー、と看護学部薬学部医学部が所属する部活に所属しています、えー、と年に数回大きな大会がありまして、まあ、名前は東一体だったりとか東日本医師薬春館秋館というふうな名前になってるんですけど、えー、とそのような大きな、えー、と他の大学との大会が、えー、とあります 年収日,日程としては、えっと、月曜曜日日と土曜日の時時から19時で週に2回やっています <laughs> 特徴としては、まあ、3つの医療系学部が存在する珍しい大学なので、まあ、いろいろな交流が盛んで、えっと、自分自身も看護学部や薬学部の、えっと、同期だったり先輩後輩だったりと、えっと、とても仲良く、えっと、させていただいています。 また、えっと、授業終わりに参加するので、えっとまあ、参加時間は結構学年とか学部によってまちまちで今日出れないって言ったりとか、えっとまあ、今日は遅れて参加するっていうふうな学部や学年の、えっと、先輩後輩がいますで部活終わりには近くのご飯屋さんでみんなでご飯食べることもあるので、えっと、結構仲良くなったりするかなっていうふうに思いますで、えっと、また自分は結構医学部の方では特殊なんですが、えっと、全学の方の部活にも所属しておりえっと まあそうですね、ここの西芝キャンパスにある部活で、えっと、参加しています、まあ、こちらも卓球部なんですが、えっと、こちらはさまざまな学部から集まっていて、まあ、もちろん医学部は結構少ないんですけど、えっと、工学部だったり文学部だったりから、えっと、多く集まっている形ですで練習日程としては火曜木曜土曜の16時15分から19時15分っていうふうになっていて、えっと、西芝キャンパスから、えっと、井の原キャンパスっていうのは結構 距離があってまあ榎花キャンパスが駅から遠いっていうのもあるんですけど自転車で大体40分ぐらいかかるんですねでするとまあ自分が授業終わりに向かうとかなり遅れて参加することになっちゃって、えっと、あんまり部活に参加できないので、えー、火曜水曜以外のえっと月曜とかえっと水曜とか火曜木曜以外の月曜とか水曜とか金曜の自主練にえっと自分は参加していましたまあこれもやっぱりえっと近くに飲食店があの多くあるので 部活終わりに56人で行って、まあ、そのまんま、まあ、あの学生なんで飲み会っていうふうに行ったりとかも、えっと、多くしました、まあ、なので、えっと、自分は両方に参加してるので、えっと、月火水木金土で日曜以外は基本全部部活に時間を割いていて、まあ、で部活行った後の、まあ本の20時とか22時とかに研究室行って、まあ、細胞と育ててみたいな結構、まあ、自分で言うのもあれですけどハードな生活を過ごしてきたかなと思います でえっと、まあこちらが部活の写真ですね、こちら全学の卓球部の部活の写真になって、こちらがえっと井ノ原卓球部の方ですね、医学部の卓球部のえっと写真になります。<laughs> とま、まとめです、えっと、千葉大学はまあ研究も臨床もやっぱり手厚くサポートしてくれ、えっと、やりたいことをとても実現しやすいなというふうに自分が入って思いました。 また、えっと、自由な時間が各学年でそれぞれ多くあるので、まあ、大学生活いわゆる大学生活っていうのをとても多う歌しやすいなっていうふうに自分は思いましたまあ、えっと、やっぱり自由な時間でバイトをたくさんしてる人もいれば部活にめちゃくちゃ時間をかけてる人もいれば旅行をたくさんするだったり留学をしたりとか、えっと、資格を取りますって言ったりとか研究自分みたいに研究をするっていう人も、えっと、多くいるかなっていうふうに思いました また、まあ、部活メインで話しましたが、えっと、部活以外にも学校の授業でも、えっと、多くの、えっと他の学部とも関わることができるので、まあえっと、とても、まあ、知見が深まっていいのかなというふうに思いました。ごご清聴ありがとうございました以上です